キャロル・ハインは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州出身のレスリング選手である。日本では、キャロル・ハインもしくキャロル・ヒュンと報道されるが、現地での発音は、キャロル・ウィーンが近い。身長154センチメートル、体重48キログラム。2000年、2001年、2005年のレスリング、世界選手権46キログラム級で、それぞれ銅、銀、銅メダルを獲得する。 2007年のパンアメリカン競技大会から 48kg 級に転向、同大会にて金メダルを獲得。2008年、北京オリンピックに 48kg 級で参加し、金メダルを獲得、55kg 級で銅メダルを獲得したトーニア・バービークに続き、北京オリンピックのカナダの女子レスリング競技において、二人目のメダリストとなった。 ヒュンはカナダの女子レスリング競技において初めての金メダリストとなった。カナダのブリティッシュコロンビア州でベトナムから家境の難民である両親の間に生まれる。ハイン一家はカナダ連合協会の支援を受けることによってブリティッシュコロンビア州へ移住することができた。ハインの父親は中国生まれであるが彼が3歳の時にベトナムへ引っ越している。ハインの母親は ベトナム生まれである。その後、彼女は姉妹で15歳の時にレスリングを始めた。1998年にサイモン・フレーザー大学に進学し、2007年カルガリー大学に移籍した。2005年ソーシャルワーカーで元レスリング選手のダンビックズと結婚。ありがとうございます。